皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はサービスを専門特化することの一番大きなメリットとはということについてお話をしたいと思います。実はですね、最近ですね、私、株式会社リブラクリエーションのですね、封筒とかそういうのをちょっとこう統一した形のブランドとして作ろうと思いましてですね、私結構ね紙フェチなんですよ。紙の質感とかですね、紙に非常にこだわる人でですね、例えば、これもねすごいですよね。こんなの取り寄せっていちいち私作ってるんです。これ触って質感確認して、それでその紙で印刷するっていう、もちろん印刷データは自分で作る時と、あとデザインしてね作ってもらう時とかあるんですけど、こんなん持ってたりとか、プリントパックっていうお手軽にできるやつレベルでもですね、こういうちゃんと全部印刷物かける時は大体サンプル、私急いでなければですね取り寄せてやったりとかしてますね。こちらも、こんな感じで、販促物ね、こういろんな見本、紙の見本帳とかですね、こんなんあったりとかしてるんですけどね。でそれで確認をしてからいろいろと、ちっちゃいサンプルもいろいろありますね。いろいろ私取り寄せてるんですね。はい。なので、たくさん紙のサンプル持ってます。で今日のお話は、専門特化のお話なんですけど、私がその自分の自社ブランドの、封筒ですね、これを、レターセットと一緒にちょっとブランド統一して作ろうかなと思った時に、ネット検索をかけた時に感じたことを中心にお話をしていきたいと思います。まずですね、さっきの話の続きなんですけど、私はブランドのイメージを統一する、それはビジュアルマーケティングっていうことも関わってくるんですけど、要は高橋貴子、あとリブラクリエーションっていうのは、どういうブランドなのかっていうのを自分でちゃんと位置づけて、販促物をいろいろ作ったりとかしているんですね。なので例えば昔作りました、こちらの名刺、はい、名刺なんですけど、ちゃんと日本語バージョンもあるんですけど、これ英語バージョンなんですが、これね、わかるかな、光るのわかるか、金の白押しで作ってます。でこの紙ちょっとね、マットの感じで厚手の紙で、四方面取り R いくつだったか忘れちゃいましたけど、その時計算して R いくつ、 R をどれぐらい落とすかっていうのも指定して作ってもらっていて、金の白押しで作ったんですね。だからショップカードみたいな感じにしたかったので、そういうブランドイメージで、これがだから、かっこいいとか言って言われて、生徒さんとかクライアントさんにね渡す時に言われて、かっこいいって言ってもらうために作った名刺なので、仕事を受注するとか親しみやすさがあるとかそういうんじゃないですよ。だって全部英語だもんでも海外で役に立ちますけどね、これ持ってるとね、はい、とあとね、もう一つミーハーなところがあるんですけど、これね、CEO って私書きたかったんですよ。ここにちっちゃく書いてありますけどね、チーフエグゼクティブオフィサーって英語で入れてみたかったの、社長じゃなくてなのでそれをね、以前作りました。あとそれの似たようなブランドのやつはちゃんと日本語バージョンで、銀行とかそういうところに出すのにさすがにこっちだとねっていうので、ちゃんと事業内容裏に書いてある。なので私の事業体っていうのは基本金なんですよね、そのロゴが金だから。なのでじゃあ封筒とかもやっぱりちょっと普通のね茶封筒じゃないですけど白封筒とかだと面白くないかなということで、テーマが白押しになるんですよ私の場合。そうすると、白押しの、封筒制作とか白押し封筒おしゃれとか、なんかそんなのを入れてくると、画像検索ができたりとかですね、するんですよ。それで今回白押し印刷浅田屋さんっていうところからですね、資料を取り寄せまして、こういった形のお手紙いただいたんですけれども、実際の現物とかも取り寄せました。実際にね、こんな感じの、これは銀の白押しで、ちょっと紙がねパールが入ってる紙なんです。そういうのがあって私が指定したから当然送ってきてくれてるんですけど、こういうちょっとなんかかっこいいっていう感じの
やつがあって、茶色とかですね。であとあのパールは入ってないけれども、ちょっとこう渋いおしゃれな感じね、こういう銀バージョンと金バージョンとですね、あのやってくれて、まあこれも渋いですよね。まあ、こんな感じで、ちょっと上質な感じがする。まあ、当然値段は高いは高いんですけど、あのそんなに私激しく DM を出す人ではないので、ブランドイメージの方が大事なので、それはいいかなと思ったんですね。で実際にあの一言コメントがねこう書いてあって、ご参考になれば幸いです、どうぞよろしくね、手書きで書いてあります。これもポイント高いですよね。でこれも私の会社名が手書きで書いてあるんです、全部印刷じゃなくてね。でそうですね、まあ、画像を送っていただき、まあ、ロゴとか、うん、あのやった時に画像を送っていただきましたら配置やデザインも送らせていただきますって書いてあって、まあ、これからここは問い合わせはするんですけどもね、レターセットとかもあの紙どんな紙っていうので、まあ、こういう感じとかこういう感じとかありました。私今回これは作んないんですけど、 これにね入ってきてたんで見えるかな見えないか、このクリアファイルもちゃんと箱押しができるんだっていう新たな発見ですね。まあ、これをいただいたんです。で私はこの浅田屋さんの宣伝をしたいわけではなく、この浅田屋さんを探した時に金箔押し、封筒とかっていうキーワードで私探してるんですよ。そしたらですね、まあ、他にも何個か出てくるんですけど、浅田屋さんのやつが画像が圧倒的に多かったんです、あのインターネット上に出てるのが。それでまあ、あこれちょっと封筒かっこいいなとかおしゃれだなっていうと全部浅田屋さんだったんですよ。要は見本として画像が出てるのがそうだったんですね。そうすると、結局この画像あ素敵、あこの封筒素敵って私が見ると全部浅田屋さんにたどり着いちゃうんで、あもうやっぱここかなと思ってサンプル取り寄せて、で何個も私取り寄せていないので、で届いたのも結構気に入ってるのでね、あかっこいいなとか普通に思いましたからね。この多分こう金っぽいこういう感じのにするか、ちょっとこの銀もな捨てがたいんだけど金なんだよなうちは、まあ、こういうのとかね、こういう濃いめの色とかもいいですよね。でも多分ここにします。だから私は探してたどり着き、そしてサンプルを請求し、もうここで多分発注しようって決めてるんですね。だからあんまり他がもう比較対象に上がってこないんですよ。なぜか、その画像が、私が選ぶ画像をクリックすると全部浅田屋さんに行ったからです。はい、なので、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、一番のメリットお先に言いますとですね、専門特化してるとそのとても濃いお客様、探していてそれが欲しいっていう一番濃いキーワードを打った時に、そのご自身のサービスとかがバーンと上に出てきたり、何個も何個もそれが出てきたら多分ほとんどそれに決まる確率が高いからです。はい、なので例えば教室の先生とかもですね、あの何かに特化してる方は欲しいと思う人がそれをキーワードをベースに手打ちで打った場合にたどり着く可能性が非常に高くって、でそのたどり着いた時にもちろん他社と比較するんでしょうけど、専門特化していると当然専門特化してない、要は私よく専門店型とデパート型ってよく言うんですけど、専門店型の方が選ばれます。なぜか専門店だからです。プロっぽいっていうか、その分知識が濃いと思うじゃないですか。例えばパン教室で初心者から上級者までどの方でも対応って書かれているのと、まあ、ここまで絞るかどうかちょっと微妙なんですけど、バケット専門パン教室とか言われたり、フランスパンとかのフランスパンバケット専門パン教室とか言われると、あもうそれ習いたいっていう人はピンポイントでそこたどり着きますね。そこまで狭めなくてもいいですけれども、あの例えば自家製工房とか、あのちょっと変わった工房だけを教えるような、パン教室、まあ、すいません私がもともとパンだったんでわからない人ごめんなさいな感じなんですけど、うん、あの変わった工房でそれを探してる人向けみたいなね、あの教室とかがあると、その人たちは行きたくて他がもうなくてたどり着いてる可能性が高かったら、それがポーンと目の前にあればもうそれで決まってっちゃう確率が高いんですよね。だから
今の時代はです、またもしかしたら変わるかもしれないんですけども、やはりデパート型より専門店型の方が顧客には支持される。特にその業界領域の中で、まあ、特にパン教室とかもものすごく多いので、何か特徴がないと選ぶ理由にならないんですよね。だから上級者ばっかり狙う必要はないんですよ。初心者の困ってる困りごとを確実に解決できる、それをこう前面に歌った教室とかでもよくって、例えばもう子どもと一緒に作る動物パンばっかり教える教室っていうんだったら、もう日本で一番みたいなこと言えるんだったら、その動物パン専門店みたいなねをやって、それが普通の平面だけじゃなくて立体とかまでやっていく。パンの立体ってね、余談ですけどめっちゃ難しいんですよ私はデザインとかオリジナルデザイン手で描いてからパンを、作っていくタイプなんですけど、前に木ツリーですね、木の立体みたいなパンを作りたくって、成形したらですね、こう膨らむからなんかグニュグニュってなって倒れちゃって、怪獣がなんか倒れたみたいな感じの怪しいものになっちゃったことがあったんですけど、まあ、これは余談なんですが、要は専門店特化する方が、見つけられやすい。すごく困ってる人、欲しい人にとっては。そして専門店だから信頼されます。信頼されるし、他がもしそれをやっていなければ独り勝ちっていうことになりますので、その領域を数多い業界内でやっていくときには非常に有効です。これ逆にそもそも業界というか、そのニーズがですね、めちゃめちゃ怖すぎて人がいないところで絞りすぎちゃうと人そもそも来ないっていうのがあるので、ある程度業界リサーチは必要です。そこそこ人数が多いっていうのが分かっている、ないしは教室だったら教室がめっちゃ多いっていうのが分かってるっていう状態で、自分の領域をさらに際立たせて専門特化する。で、これが必ずしも製法とかで専門特化する必要はないんですよ。まあ実現はしてないですけれどもね、例えば歌を歌うのが好きな人を集めてカラオケとパン教室をセットにするみたいなね、そういう教室をしたかったらそれっていうのはありかもしれないし、まあ私は今はパン教室はやってないですけどもね、昔コンサルタントやるためにパン教室はやってましたけど、今ちょうど手元に横丁にあったからサックス最近始めました。で、例えばサックス好きな人というか音楽を好きな人を集めると決めて、そういう特色を出したパン教室をもしも私が作ったとしたら、そういうの音楽好きな人が集まったとするじゃないですか。で、何かそういう人たちが喜びそうな傾向のパンとかね、あって作りたい人たちがいるかどうかあれなんですけども、そうするとじゃあ例えばオフの時間にね、じゃあバンドでもやろうかみたいな、もしかしたら話になるかもしれないですよね。だから何か複合要素があったりとか掛け合わせをしながら特徴を作ってても構わないんです。ご自身の興味のある方向で、漫画が大好きとか言ったらね漫画を楽しむとかね、いう教室だってあるじゃないですか。そうするとどういうパンがいいのかよく分かりませんけどね、まあ、例えば極端な話としてそんな話をしています。歴史をね集めよう、和菓子を教える、戦国武将のね和菓子を教えるみたいなのを考えた方とかもいらっしゃいましたけれどもね、そういう感覚でいろいろ考えていくと、サービスの展開とかも広がる上に、その専門特化していることでそれを好きな人は集まりやすいということになりますので、絞ることを怖がる方もいらっしゃるんですけれども、市場規模がそもそも大きければですね、絞らないと見つけてもらえないし、今回の私のこの封筒の話じゃないんですけれども、私はもう白押しでしたいって決めてるんです。だからどこの白押し屋さんにするかどうかなんで、白押し専門店っていう形で白押し印刷って書かれてるとすごい安心しますよね。白押しに対する技術もあるんだろうし、あとはそれの提案とかしてくれるんだろうっていうふうに思いますから。だから単なる印刷屋じゃなくてですね、幅広く受注していくんであれば、例えばそのプリントパックは本当にお手軽に使えるんで、プリントパックを批判するわけじゃないですよ。安くて大量にいろんなものを作れるような選択肢が非常に多いのがプリントパックの
メリットなので、こちらは箱押しっていうことで小ロットからもできるっていうのも書いてあったんで、それはすごく嬉しいですよね。小ロットからできるっていうの、大ロットは大企業にとっては大ロットで安い方が多分いいと思うんですけど、私はそこまでは激しく輸送物は出さないので、であれば受け取った人が高橋たか子ないしはリブラクリエーションですね、まあ、こちらの方のブランドを感じてくれるような封筒を作れるといいなと思って探しているので、そういう人とマッチングできれば、しかもおそらく箱押しをしたいっていう人はこだわりのある方なので、そこが良かったらですねリピートします。であと箱押しってその原稿っていうか版を持っとくがないといけないんですね、押していくから。だから、保管2年間だったっけかな、3年間だったかな、なんか保管してくれてるんですよ。ということはまたどっかに箱押し頼むときにまた作らないといけないんですよ、その下地をねだからそうするとそのリピートでもし繰り返すとしたら版を持ってるところにやっぱりお願いしちゃいますよね、よっぽど悪い印象がなければ。なので箱押し印刷っていうのの専門みたいにやってると、一回それを持つことができたらリピートする可能性が高いということになります。そうすると高単価リピート性の高いという内容の領域になってきますので、ニッチなんですけれども必要な人にとっては必要、そして探して一番とかに出てたりとか、あとはもう画像ですね、とにかく私はどういうふうに印刷するふうにしてくれるのかなっていうのを見たかったんで、どちらかというと文字で探したより画像で探したんですよ。でも全部画像がそこに行き着いたからここしかないなとか思って、はい、それで選んだっていう感じですね。ですから必要キーワードで、きちんとそのサイトに、のあサイトというか検索上出てくるっていうことを考えると、専門特化してないとキーワードの絞りようが難しいんですよね、非常に広く取っていかないといけないからです、キーワード。そうするとその白押し印刷店っていうよりはその印刷屋っていう領域にもしもしちゃった場合にはものすごいライバルも多いし、お客さんがぼんやりしてきちゃうんですよね。いっぱい大量で頼みたい人もいるんだろうし、小ロットで頼みたい人もいる。ということは先にこちら側がそれを絞って提供することによって逆に高確率で決まっていく濃い方がきちんと集まってくるっていうことができるよねって改めて思ったんです。だから専門特化する一番のメリット、サービス専門特化したサービスを提供する一番のメリットは見つけてもらいやすく制約しやすい、これが一番のメリットになりますね。そうするとものすごくたくさんの広告費使わなくても探してる人がきちんと来てくれる可能性があるので、キーワード選定はちゃんとしないといけないんですけどね、はい、それはあるよねっていうのを改めて感じました。だからこれが教室事業であろうと他の事業であろうともですね、どの領域で自分探されてそこで一番になれるのかなって考えた上で全体を整えていく、まあホームページですね。私も結局浅田屋さんのホームページにたどり着いて全部読んでますから、たどり着かせる場所がホームページにするっていうことを一つ考える必要があって、でそのホームページを軸にして SNS の発信であったりとか、それを補完する、要は助けるためのツールとしていろんなメディアがあるっていう作り方をしていくと、そこに集中的に人が集まってくるようになりますので、結果的に広告費とかも使わないないしはかなり安く済ませることができますし、広告費を使わないで自然検索で探してもらえるっていうことは非常にメリット大きいんですね。何年にもわたってインターネット上その情報がそこにあるっていうことになりますから。あと時代の流行り廃りがあります。ちょうど私がこれをお話ししている時には Facebook が今廃れつつあって Instagram が台頭してるっていう、そういう時代です。もっと過去のことを言えば Mixi っていう SNS がありましたけれども、 Mixi が下火になってアメブロが上がってきてとか、そういう変遷はありますよね。だから何が上がって何が下がるのかっていうのは時代が変わるとともにツールは変わっていくんですけれども、ビジネスモデルですね、何を主軸に自分が作るのかっていうのはある程度専門特化できるような領域、勝負できる領域ですね。そこを早い段階で1位になっちゃう方がその業界というかそのエリアないしはその特定のエリアの人々においては
あそこだよねみたいな、そういう言い方をされるような教室を作れるといいんじゃないかなというふうに思います。私があの班教室をやってた時に、あの他の教室がやってない講座を作るって決めてやってはいたんですけど、あのおしゃれな天然酵母班っていう名前をつけていたので、その例えば口コミで広がっていく時に、横浜のアトリエリブラに通っててっていうのをお友達がお友達に言った時に、あの おしゃれなパンを作る教室の先生のとこだよねって言った。だからおしゃれなパンっていうのがちゃんと定着してたんです、その方にね。なんで、まあ、あの言い続ける必要はあるんですけど、あまりパンがおしゃれっていうのはね、形容詞って当時は使われてなかったんです、ほとんど。だからそういう領域を自分で作り、まあ、そういうビジュアルを作ったっていうことが一つ多かったと思うので、現状ですね、専門特化されてないサービスを持ってる方はぜひですね、教室業ないしはその小規模な事業であれば特徴がないとやはり選ばれにくい。でこれが大規模事業とか、広告費を投下したりとかして広く浅く取っていくような事業の場合には、逆に特徴を出しすぎちゃうとパイが狭まってしまうので無理なんですね。だけれども個人事業レベルだったらやっぱり選ばれるものがないと比較された時に選ばれないことになってしまいますので、ぜひこの機会にですね、自分の授業を どうやったら専門特化できるかなっていうビジネスモデルの見直しをぜひやっていただけるといいかなと思いまして、今日のお話をまとめてみました。それでは。